Welcome to Gundam Online. どうも、おしりです。今回、初キャラ参戦。そう、ヒルドル。出ました。生放送でね、ちょっとだけ顔を出しましたけれども、あー、これ渡れねえかもしんないな。こっちにしてみましょうか。ヒルドルだと、今いいか、行ってみよう。行ってみよう、やってみよう。はい、出ましたよ。実はヒルドルは昔からちょっと惜しかったんですね。ずっとですね、デラックスガチャとかですね、回していたんですが、なかなか出ずですね。今回それとは別に、ゲルググ S 型を狙ってですね、いたんですけども、それも出ずにですね、じゃあやけになってたらですね、GP の方を回したんですよ。そしたら、なんとついに出てきてくれたんですね。面白いですね。で、今、一応、いろいろと武装を試している最中。でございます。拠点を占領したい。手をお貸しします。修理など頼そう。じっとしていろ。おお、こう、食らう食らう。お試しですね。離脱する。自軍本拠点 Y の防衛をお願いします。おい、マジっすか。おい。これは心強い。誰か。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。事故が起こった。ヒルドルはですね、まあ巨体ですよね。まあ見てご存知の通りでかいんですけども、それに加えて砲台がですね、低いんですね。その関係でものすごいですね、自爆します。塩みたいなもんですね。それと別に5月27日にアップデートが、今日21日かな。あ、ちょうどアップデートがあるというので、変更点が公開されましたけども、楽しみですね。さすがにザックス J には何もなかった。いや、なくていいんですけど、全然。おっ、いい。よりインフレ傾向が強くなっているようですね、やっぱりね。だから、今現時点で、例えばフレックであったりとか、アレックス・ケンプは、やっぱ飛び抜けているんですけども、そこら辺は据え置きで、他を上げることで、想定的な弱体化を狙うという。凝ったんでしょうね。あれは潰すしかないね。これで勝ったと思わないでください。これは潰すしかないでしょう。15秒なんですね。長いんだよね。アンチカメラデバイス、アンチカメラガンデバイスは、モジュールは実装されませんでした。残念なことに。やられるわけには。欲しかったんですよね。1個でも2個でもいい2台スロット、最大で5秒とか10秒とかになるぐらい。だから、どっかでも言いましたけども、そこにいるよっていうのが分かるようにする程度。これでいいと思うんですけどね。踏み込みが浅いな。敵軍ビーコンが発見されました。破壊してください。敵の補給線、一緒に破壊しろ。今日も絶好調。
しょう。敵がたくさんいました。まあ、そんなわけでゲルグルキャラもちょっと変わるようです。チャージビームライフルが追加されるんで、ガンキャノン2と全く一緒になるというようですね。素晴らしいです。ただ私は使わないだろうなと思いながらいるんですけども、背筋を正して出直してこい。でも使わないだろうなと思いながら、ミサイルが非常に優秀、切り替えミサイルなんです。まあただチャージミライフもありなんでな、わかんないです。いや使うかもしれないですけど、まあ、楽しみですね。とても楽しみです。やらせません。ぜひですね、あとはちょっと不遇とされている機体にももうちょい、例えば乗りすきであったりとかね、もうちょっとなんか差別化欲しいなという気がします。敵艦の破壊成功確認。だってあれと一緒になります。まあ、ビームコーティングのあるキャラが今後どん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 重要になってくる感じでしょうか。手伝います。私だって自軍艦の破壊が確認されましたね。落ちろ落ちろ。ありがとう。うまいな。これで勝ったと思うな。痛い。ね、まあチャージビーバズーカは今のようにね、非常に優秀ですから、まあ、今のままなんでしょうけれども。出撃する地点を選択してください。ふう、登れない登れない。どうした。まあ弾速が速くなったりね、まああまりにもちょっとやめてやめて。あ、うめ。手をお貸しします。なぜダウンしなかった。まあロケ種が出なかったんでクイックリロール、それでもね非常にいいと。出撃する地点を選択。出撃する地点を。どうだろうね、上から行った方がいいかな。ここに復活すると上行けないんだよね。タンク仕様なんだ。場所に今もうこけるはずでしょう。隙が少ないんでね。踏み込みが浅いな。連邦軍のペガサス級を確認。もう仕方ない。もう、もう仕方ない。出撃する機体を選択して。で、ゲルグ S 型もゲルグ S 型ですね。銃撃の。もうちょっと変わって、チャージビームライフルかのバズカーがすぐ撃てるようになると。まだね、若干ね、なんか切り替えにね、時間が、弾が出るのに、ね、時間かかったんですよ。どうです？修理しませんか？それが今回、完全に一緒になると。まあ、違った理由がよくわかんないんですけど、なぜこう変えたのかと。この程度か。
正体を預かるこの俺が数量をただ取りするわけにはいかんからな。挑んできた勇気は褒めてやる。減るね。まあそのうちじゃああれでしょうね、アレックスのガトリングやケンパーのなんかするミニチュアみたいのをお互いのチームに出てくるんじゃないかなという気はしますけど。出撃する地点を選択してください。自分ビーコンが設置されました。防衛をお願いします。そんなわけで、カサリキッドだ。よし、逃げればいいものを。でピークを落とすとちょっとよしって感じですね。回収を迅速に行う。固まっちゃう。わ、俺か。むしろ俺か。踏み込みが浅い。一撃必中。あ、でした。これはね、当てないといけないからね。そこ外しちゃいましたね。しかもミサイルでやられたんか。やばい、行きたいかない。ちょっと押されてますね。どこに敵の影が潜んでいるかわからん。作敵怠るなよ。よいしょ。あれはやっておかなければいけないでしょ。友軍艦とともに突破口を開くのだ。自分本拠点 Y の防衛をお願いします。後ろからちょっと失礼しますよ。これでどうだ。補給機が破壊されてしまいました。燃え尽き。さあどうしましょうかね。倒し続ける。この程度、薄皮一枚傷ついただけだ。その程度の攻撃。手をお貸しします。このまま勝利を預かるこの俺が給料を払う。ここは壊してもらえないからな。行きますね。素晴らしい。いやー、キルドルがね、別にね、強い弱いっていう話じゃないんです、こいつは。面白い。ちょっと強い弱いとは別軸の機体ですね。もちろんね、あの瞬間火力、全部内蔵武器だから、3発すぐ出せるっていうのもあるんですけど、この巨大な対空、巨体ね、っていうのもあるんで、まあ、単純なキャラじゃないんですけど、面白いです、とても。本当に面白い。いけ。減りすぎじゃねえか。まあ、耐えたんだけど。ミノフスキー粒子量減衰。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。これ結果な。あ、無理でした。行くぞ。上に嫌がる。敵艦を沈めたよ。
さんなかったのに。これも仕方ないね。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。研究の成果が出た。状況予測がダイレクトだ。だからね、割とね、ガンガン 前に行くこともできるんですけど、当たんなかっただぞ。今の当たんなかった？な、比較的安全な確か。2を取られてるからちょっときついね。やべえ、外しちゃった。いけてないね。回収を迅速に行う。どうしたもんですかね。自軍ビーコンが設置されました。防衛をお願いします。いい流れ。当たりすぎだ。少しは避けろ。我が方の大事な補給線だ。やられるなよ。そのまま次を狙う。このまま次を狙う。俺だって成長しているんだ。成長しているんだ。自軍本拠点 Z の防衛をお願いします。弾がない。弾が欲しい。無駄弾を使うな。減りすぎ減りすぎ減りすぎ。いいんですけど、減っても射撃武器でも本拠地へのなんかダメージボーナス欲しいですよね。自軍エース機が撃破されました。最近でしたね。拠点の制圧を急げ。まあ A エル勢がいるから耐えるしかないね。やべ、ガンガン来てる。パドルだね。ここでネットガンを。すごいのがいる。入らせない。守る守る。はい、入らせるけど殴らせない。戦いのイロハをご存じないよ。殴らせん。敵軍戦力ゲージが沈めた。残り 30% 以下です。殴らせんぞ。結構早いよね。意外と早いなって感じですね、個人的には。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復しました。
加藤少佐の邪魔はさせんぞ。おしまい。今は慎重に行動する。我が軍の勝利です。そんな感じでございました。割と面白いですよ。ただ被弾面積がものすごい大きいので、うん、難しい機体だと思います。瞬間火力はすごいあるんですけど、難しいですね。いや、ただ難しい云々というよりも楽しいです。めちゃめちゃ楽しいです。楽しさは大事ですね。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。